はい、今ちょっとね緊急で動画撮ってるんですけど、こちらですね。ちょっとモザイクかかるんですけど、これです。こちらのこれ見てください。懲戒解雇自由になります。これマジでやばい。懲戒解雇って何がまずいって言ったら、次に就職できないんですよね。履歴書に残っちゃうんで。これはやばい、マジで。で、一応退職代行さんの、EXIT っていうサービスを使ってるんですよ、僕は。使っていて、まあ、別に再就職する気はないんですけど、懲戒解雇ってさすがにまずいでしょ。マジでやばいでしょ。で、なんか、退職代行サービスの方に、僕 連絡取ってて、LINE でね、やり取りしてるんで、まあ、こういうね、LINE があるんですよ。こうやって。で、これあんま見せたくないんですけど、懲戒解雇自由になるのは何千件もやってきたけど、ほぼほぼないって言ってましたね。ほぼほぼないんですけど、稀にそういう手続きを取られても、こちら側は何の弁護もできないっていうことらしいんですよ。でも退職金は僕どうせ出ないんですよ。2ヶ月しか働いてないんで。っていうことで、ちょっと退職代行の方に電話していきたいと思います。あ、もしもし、あ、菊池正弘と申します。はい、はい、はい。あ、どうなってます。はい、さっきお送りした画像の件なんですけど、はい、はい、はい、あー、はい、はい、はい、いや、はい、はい、あー、はい、はい、ええ、はい、いや、そうです、言わないです。はい、ないです、ないです。はい、書類は届いてると思うんですけど、はい、はい、いや、先週の金曜日に出してるんで、はい、もう月曜日には届いてると思うんですけど、はい、はい、はい、ですよね。そうですよね。こういった事例ってよくあるんですかね。はい、はい、はい、そうですよね。あ、はい、じゃあ僕に心当たりはなければ、そんなにビビる必要っていうか、はい、ああ、はい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 、そうですね。じゃあ明日また確認。はい、ちょっと僕電話したくないんで僕はちょっともう連絡を取りたくないんで、一切。はい、いいですか、お願いして。はい、お願いします。はい、午後、はい、わかりました。はい、はい、わかりました。はい、はい、わかりました。じゃあお願いします。はい、はい、わかりました。失礼します。はい、お願いします。はい、失礼します。失礼します。はい、ということで、まあちょっと電話したんですけど、まあやっぱこういう事例はあんまないみたいで、まあよっぽどそのね、変なことがない限り懲戒解雇にはならないで、無断欠勤が続いてたりとか、あとはこう契約違反のような、例えばね、法律に違反されているようなこと、まあ、絶対やっちゃいけないことをやっていたとかの心当たりがあれば、それはもちろん懲戒解雇自由になりますけど、まあ一応真面目にちゃんと言ってたんで、それはないですねって言ったら、まあ多分書類の行き違い、僕の書類、僕が出したんですよ。退職届っていうのを僕が出して郵送で出したんですけど、多分それが届いてない、会社に届いてないくて、で僕の意思がなく代行さんが勝手に電話かけて、勝手に電話してるって思う、勝手に辞めるって言ってるようなと勘違いっていうか思ってるみたいで、会社の人が。だから僕の意思が、いや本人の意思がちゃんとこう辞めますっていうのが分かれば多分大丈夫だっていうのは言ってたんですけど、まあちょっと分かんないんで、
明日また電話させていただいて、僕はもう連絡一切取りたくないんで。っていうことで、まあ皆さんもね、仕事辞めるってなったら、退職代行サービス、EXIT さんね、LINE で、すぐ返してくれたりするんで、めちゃくちゃレッスン早いんで、5万円とかね、3万円とかするんですけど、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっとビビってるんですけどね、この動画、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。マジビッタ。なんかさ、そうやって脅してくるのってさ、よくないよね。当たり前かもしんないけど、定石手段なのかもしんないけどさ、よくないよ、やっぱり。では、奪いつきます。